この漫画がすごい。2023年、総まとめ、感想。このまとめは 100% おまんじゅうたちの独断と偏見です。おまんじゅうたちがつまらないといったものが必ずしも世間一般の平均ではありません。男編の総論、どの本も切り口が斬新で面白いしエンタメの傾向が強く、主張が少ないので全体的にベネ。次に男編でホモ漫画が1位を取ったことが単純にすごいと思う。この君が死んだ夏は BL 作家が作ったアナザーみたいな作品なのぜ。例えばホラーさせるのにセミにミン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 させる演出とかアナザーかなって思ったし、あとはオス同士のホモ恋愛をメインで見せられる漫画で、これ読んだ時にジェンダーフリーの波がここまで来たかと思う普段子が増えたんだなーって思ったのぜ。ぶっちゃけエンタメとしてはアナザーの方が面白いかな。あくまでおまんじゅうの独断と偏見なのぜ。次にタコピーの現在、この漫画は2023年一番胸クソ漫画で、いじめをするやつよりも何よりもこのタコピーって存在が胸クソに感じるめちゃんこいい作品だよ。この漫画はお休みプンプンっぽい感じの作品でプンプンをタコピーってクソバカに置き換えたような作品のうつ漫画なのぜ。最終的なオチが少女漫画っぽいから、ぶっちゃけこれが男編に入っていることが不思議。女編1位の天幕のジャーブガルなんかも主人公がメスってこと以外はとても上質な教育漫画だからオスにもおすすめの漫画なのぜ。ちなみにうちらが2023年のランクを改変するなら1位これ書いて死ね、1位さよならエリ、2位スーパーの裏で闇数2人かな。とりわけこれ書いて死ねはマジでめちゃんこ面白いし、漫画家目指すならまず読んだ方が良い聖書みたいな作品なのぜ。で次が女編。これが厄介で、ぶっちゃけここからはいわゆるフェミニストの人族はそっと閉じてもらえるとベネだと思われます。というのもほぼいわゆるフェミニスト漫画で独占されている。5作品がフェミ漫画なんだけどこれは多分主に人族のメスが読む雑誌から選抜されていて、人族のメスが気持ちよくなる漫画が当たるので、結果一部の人族のメスが気持ちよくなる漫画が選ばれたんじゃないかと推測。例えば人族のメスは青年コミックなんか選んで読まないのぜ。それと同じように人族のオスは少女漫画なんか選んで読まないのぜ。で、なぜにこんなにフェミ漫画が選ばれたのだろうか？って推測した時にジパングにおける人族のメスの生きづらさってのがあるのではないかと分析。この分析はあくまでもおまんじゅうの独断と偏見だけど昭和の時代は人族のメスは発言の自由や食用選択の自由がかなり制限されていたけど、たられば娘でも示唆されているように今よりも結婚して引退することでリングから降りてセコンドに回るってことがしやすい時代だったと仮定。例えば世話焼きババアとかがお見合い結婚を斡旋してくれたり、オスもメイドさんが欲しいからさっさと結婚したいとかね。認知よりもひでえのぜ。まあそんな感じで自由はないけどささっさと引退して専用服というプラチナチケットを手に入れやすい社会ではあった。この辺は女の子がいる場所はデメちゃんこ上手に表現されているのぜ。この漫画だけが唯一いわゆるフェミ漫画じゃなくて本当のフェミ漫画であって、フェミニズムってのはこういう漫画のことを言うのぜ。ところが男女平等参画社会になった20世紀のジパングではそうも言っていられなくなった。まず一人当たりの所得が半分になったために夫婦共働きが当たり前になり、専用服がプラチナチケット化した。またどうせ結婚するなら自由恋愛して好きな人と結婚したいと思うし、好きな仕事をしたいと思う。生物として当たり前の欲求なのぜ。昭和時代が頭おかしいのぜ。しかし20世紀はまだ過渡期で、一部のオスやオールドクラシックは未だに昭和の価値観をメスに押し付けてくる。じゃあさっさと結婚して夢の専用主婦してやるよって思っても、専用主婦はプラチナチケット過ぎて手に入らないという社会や空気からはマウンティングされ、プラチナチケットも手に入らないとかくこの世は住みにくい状態が今のジパングのメス社会の実態であり、この住みにくさがいわゆるフェミニズム漫画が売れる原因になったのではと推測。宮部みゆきの小説でも示唆されているけど、私はフェミニストと呼ばれる人が好きになれない理由は彼女たちがモテない恨みをぶつけているようにしか見えないからだって文章があるんだけど、意図的に女性作家にフェミニズムを煽らせる戦略なので、例えば私たちは無痛恋愛がしたいでも書かれているけど女の敵は女だっていわゆるフェミニストはとても言われるってシーンがあるんだけど、いわゆるフェミニストって主観で生きる生物だから、この女の敵は女って意味が認識できるけど理解できないだとうちらは理解しているので、真面目な会社員の漫画でも主人公のモテない女私はモテる女子のあやちゃんって女子に対してすごいとかいうシーンがあるんだけど、専用主婦っていうプラチナチケットを持っているオスは当然ながらごく少数の選ばれたオスなのでメスを選ぶ権利を有しているんだよね。で主に結婚する相手は自分と同程度の相手と結婚するってって心理学的エビデンスがあるんだけど、当然プラチナチケット持ちは器用と気立ての良いあやちゃんのようなメスと結婚する。するとモテないメスにはプラチナチケットは一生巡ってこない。そして残されたプラチナチケットを持っていないクズオスは昭和の価値観を持っており、平気でブスとかデブとかいうカスカードしか残らない。メスにバカとかブスって言わない金持っている人族のオスは器量と気立てが良くて SNS で悪口を言わないタイプの性格の良いメスと結婚するので当然なので。すると私が無痛恋愛がしたいの主人公は SNS の鍵垢でオスの悪口を書き込むんだけど、それってオスがメスにブスとか〇〇ちゃん可愛いのに結婚してないなんて不思議とかいうようなスカとしかエンゲージしないくなるんだよね。
客観的に見ると、無痛恋愛がしたいの主人公もその主人公のメスが忌避して蔑んでいるオスもめクソ鼻クソなのぜ。むしろお似合いのマッチングなのぜ。モテるメスは SNS しないし、オスやメスの愚痴を言わないからね。さらには社会はその日モテコミットに対して結婚しろだの、女というものはという昭和の圧をかけてくる。要するに、現代の日モテコミットのメスは、昭和以前のメスのように常に強い結婚しろだとか、女はバカな方が良いだとか、女が仕事に就くなんて、旦那の顔色を伺いなさいといった圧を受けるけど、結婚は自由でしょ？好きに相手見つけて結婚したらどうですか？といった手のひら返しを食らう。昭和のメスは専用服っていうプラチナチケットが手に入るから社会の圧に屈していたのぜ。プラチナチケットもなく圧だけ受けるなんてひでえのぜ。クーリングオフを要求するのぜ。ってことになった結果、非モテコミットの一部が頭がパーンしていわゆるフェミニズムをこじらせたんじゃないかな？って思うのがうちらおまんじゅうが重くなぜ2023年の女編はこんなにフェミ漫画が上位に来るのか？の理由です。女編をおまんじゅうたちがランク付けすると1位女の子がいる場所は、1位海が走るエンドロール、2位タモンくん今どっち？かな？とりわけ女の子がいる場所は？ハメちゃん子面白いし、図書館の道徳の時間に採用するべき作品だと思うし、いわゆるフェミニストにはこの漫画を読んで自分の中で育てたフェミニズムと比較してほしいと思う大変素晴らしい漫画です。いわゆるフェミニズムを全力で煽っていくスタイル。例外的にブスなんて言わないで、では美人だったために不利益をかぶってフェミニズムに走る美人のメスが出てくるんだけど、これは例外でこういうことは多分起こるし、美人は大量にオスに告白されたり好奇の目にさらされるし、オスは美人ってだけでちょっかいをかけるクソな生物だし、メスも美人に嫉妬するクソな生物なんだけど、美人であるというメリットがそういった嫉妬されやすい、粘着されやすいってデメリットを大抵は相殺するから、振ったサイコロの出目が悪かったとしか言いようがないかな。ぶっちゃけると気量が悪くてもスキップとローファーの主人公のように気立てがめちゃんこ良ければプラチナチケット持ちのイケメソは寄ってくるのぜ。逆に美人でも性格ブスだったら上位 1% のオスはお付き合いはするけど絶対に結婚しないからね。メスがオスをシビアに見てるように、オスもメスと同じくらいメスのことをシビアに見てるから。海が走るエンドロールは2022年のクイーンに輝いた作品であり、人族のオスも読んでほしい、本当に前向きな気持ちになる作品だよ。次に太陽よりも眩しい星ってのは最近読んだ女性向け色漫画の中で一番ポルノ漫画してて、ど直球すぎてあんこが震える力作。キモオタで陰キャで性格と顔が最悪の幼馴染のオスが大好きな快楽に弱いエルフで獣人の男を受けするスタイルのパツキン JK が出る青年コミックみたいな感じの少女漫画だね。少女漫画大好きな人族のメスの闇や願望をてんこ盛りのヒーローが出てくる、ド直球の右ストレートでぶっ飛ばす作品なのぜ。あまりにも王道を行き過ぎてほぼ行きかけたのぜ。最後がタモンくん今どっち？って漫画で、これはいい感じのメスの歌が作ったようなコメディ調の漫画で、作画が圧倒的にメス好みの綺麗な作画しているし、2023年のトレンドに乗った内容と作品であり、普通に面白かったです。まあ2023年だからというわけじゃないけど、 SNS の台頭によって社会全体の QOL は大きく後退したって印象なので、基本的に SNS の正しい使い方は発信はするが受信はしない、もしくは SNS をしないってことだからね。ただ SNS を受信するってのは新世代にとって無料でできるパチンコみたいなものだから、やめられない止まらないよね。一部もしくは多数の人族は、自分が幸福かどうかは相対的に自分が得しているかどうかでしか判断できない判断力と自主性の低い生き物で、真面目な会社員に出てくるキラキラ系女子は自分の幸福や指針を他人には委ねないし、人よりも自分がうまじかどうかで自分の幸福を推し量らないのぜ。ところが SNS を受信目的で使い始めちゃうと、上位 1% の幸福なふりをしている人族の記事ばかりインプットしちゃって、そうなるとほぼ絶対下位 99% は相対的に勝てないから、自らの首を絞めて不幸になる道しかないんだよね。絶対できないししないことをおまんじゅうたちは理解しているんだけど、もしも幸福になりたいなら僕らはそれに抵抗できない依存症ビジネスの作られ方って本を読むといいのぜ。この本読むと、なぜ SNS は一部もしくは多数の人族を不幸にするのか理解できるし、なぜ SNS 社会は多数の人族を不幸にしてしまったのかがよくわかる名著だよ。全体的にはいわゆるフェミニズムをディスりまくって、非モテ人族の生きづらさが出てる作品が多いと思いました。まる。